まあ、毎回思うんだけど、ノーマネーになるの分かってて、100万出すの禁止にしろよ、バカと。で、なんか見ててムカつくわ。で、何の意味あるの、それっていうふうに、まあ、痛烈な批判コメントをいただいてますと。What's up, everybody? 今日は2021年5月25日ですね。この動画では自分の行動次第で意図した相手から選ばれやすくなりますよっていうことを解説するような動画になってますと。ビジネスでもプライベートでも使える考え方になってるんで、ぜひご覧いただけたらっていうことなんですけども、その前にですね、令和の虎北川が出演させていただいて、牛島さんという方がおとついまでの配信があったんですかね、それが、まあ、146人目の志願者の方で、合コンマッチングアプリを作りたいっていうことで850万円を志願された方がおられましたと。で、結果としては850万円のうち竹之内社長が100万円積まれて、北川が、まあ、最後の最後100万積んで、結果その200万しか集まらずにナッシングになってしまったっていうような方だったんですけども、まあ、なぜ北川が今100万円出したのかですね、でまた100万しか出さなかったのかっていう投資判断について、シェアさせていただけたらなっていうふうに思ってるんですけど、ですね、まあ、この牛島さんですね、もともと福岡の方で、収録がある東京までですね、なんと9台の車を乗り継いでヒッチハイクで来られた、1日半かけてですね、来られたということで、まあ、とても行動力があって面白い方だなっていうことで、もう本当好印象なところからスタートした方ではあったんですけども、まああれですね、やっぱり令和の虎アプリ厳しいですねというのも、まああれですね、令和の虎が厳しいというよりはアプリでビジネスをするっていうことがとても難しいということなんですよね。まあ、令和の虎に限らずですね、もうやっぱりアプリってうまくいったら真似されやすいんですよ。もう誰でもすぐ真似ができてしまうんで、まあ大手であろうが中小であろうが、もううまくいってるアプリっていうのは乗っかりやすいんですよ。乗っかりやすい、真似しやすいので、真似されないですよっていう専門性があるとかですね、あとはもう真似される前に一気にシェアを獲得しますよとか、そういった戦略があるとか、そういった何かしらのすごい強みがないとアプリっていうのはなかなかうまくいかないんじゃないかなっていうふうには思ってますと。まあそういった中でも、まあ僕自身はその中でもまあまあいけてるんじゃないかなっていうふうには思ってた方ではありましたと。今回のビジネスプランはですね、いけてるんじゃないかなとは思ってましたと。他の虎の方は多分まあ全然ダメだなっていうような反応だったかなっていうふうには僕自身は感じてますけど、まあ北川自身はまああながちそうでもなかったんじゃないかなっていうふうには思ってますと。でそのあたりなんですけども、とりあえずですね、このアプリ、合コンマッチングアプリなんですけども、まあ、特徴としたら男性も女性も無料で登録ができて利用ができるっていうのが一つの特徴で、飲食店での合コンをセッティングするっていうアプリになってて、まあ、どっからお金取るんですかっていうのは、その合コンをセッティングされた飲食店さんの食事代金から2割ほどですね、料金をいただくっていうような形で、成り立たせるというようなビジネスプランになってましたと。でただですね、虎からの、まあ、意見が相次いでたのは、競合アプリはですね、まあ、どれも男性っていうのは有料で、牛島さんからいただいてた資料にも書いてありましたけど、まあやっぱり競合っていうアプリは3000とか4000とか男性は月額課金があるんですよね。なので、まあ、ちゃんと毎月お金が払える方、払う方じゃないと登録をしないので、まあ、一定の質が担保できてるんじゃないかなと。はい、競合他社はですね、でそれがもう毎月3000円という枠がバンって取れてしまって、無料で誰でも登録できますよってなったら、僕も直感的に思いましたけど、男性無料はユーザーの質の低下を招くんじゃないかなとかですね、ユーザーの質を招くってことは女性も逃げてしまいますし、まあ何かこう合コンセッティングしたとしてもなんか騒がしいかなとかですね、そんなイメージもあって、まあ加盟する飲食店さん自体もまあどんどん離脱してしまうんじゃないかなっていうような、そういうイメージが湧いてしまってたんですけどね。まあ、そういった意味でも、まあ、男性も有料にしませんかみたいな提案も、まあ、北川も動画の中でもしてたんですけども、まあ、その有料にしてですね、有料男性を集めた方が、まあ、女性が集まりやすいんじゃないかなとっていうようなことを、まあ、虎側の意見として、北川の意見としてもお伝えはしてましたと。むしろここがちゃんとクリアできたら僕はそこそこいけたんじゃないかなっていうふうには思ってしまってますと。でというのがですね、加盟飲食店さんというのは多分結構これ集まりやすいなっていうふうには感じてますと。で、ここはですね、牛島さん自身は自分が足で稼いで加盟店を探していくんだっていうふうに言われてましたけど、まあ、そんなことしなくても結構すぐ集まる気がしてます、加盟飲食店さんは。というのが、
まあ、世の中ですね、まあ、こういう名詞言っていいかあれです、まあ、ホットペッパーとかいっぱいあるじゃないですか、クーポン付きの地域情報誌っていう、まあ、その類もいっぱいありますけど、そういったものバーって見て載ってる飲食店さんっていうのは、まあ、一つのリストになってるんですよね。まあ、要はそういった広告費を払わないとって言ったらちょっと失礼ですけど、払って集客してる飲食店さんですよね。なので、まあ、そういったところっていうのはホットペッパーとかそういった情報誌って結構、まあ、値段がある程度するので、まあ時にはですね、2割以上の広告費なりクーポンを使ってですね、まあ、要は負担をして集客をしてるってお客さんでなしに飲食店さんって結構多いので、なので、まあ、そのあたりも地域情報誌パラパラ見てたらもう本当リストがどんどん集まってくるので、まあ結構あれですね、加盟飲食店さんっていうのは集めやすいんじゃないかなと。で、動画の中でも北岡も言ってましたけど、なんならその地域情報誌をやってるような企画してるですね、営業会社さんとかその、まあ、発行元とかでですね、組んでしまえば抱き合わせで営業してもらうというようなことも戦略としてつかめたらですよね、まあ、一気に集まるんじゃないかなっていうようなイメージは、まあ、持ってましたと。なので全国展開もしやすいのかなっていうふうには思ってましたけど、なので、まあ、飲食店集めには苦労しないかなと。で、それもですね、まあ、飲食店側にとってはこれはもう完全無料じゃなしに完全重量課金型ですね、重量課金型の集客ツールになってて、通常ですね、そういったホットペッパーとか載せるってなっても、まあ、まあまあな値段がかかるんですよ。結構な値段がかかるので、1枠いくら1ページいくらですごい金額かかりますけど、で、それがお客さんが来ても来なくてもかかっちゃうんですよね。そのお金がかかってしまうものが、今回の牛島さんの、まあ、そのアプリのプランっていうのは、お客さんが来て合コンがセッティングされない限りはお金かからないんで、そういった完全重量課金型、歩合型の、そういった集客ツールになってるんで、そういった完全歩合、完全重量課金の、集客ツールが飲食店さん側に、要は選択肢が増えるっていう意味では、まあ、このコロナ禍の飲食店を盛り上げる社会的な意義のあるようなアプリになってるんじゃないかなっていうような意見ではありましたと。で、というのもですね、まあ、2店舗ですね、牛島さん自身が福岡の方で飲食店経営されてるってことだったので、このアプリを進めるっていう意味でも、まあ、すごく情熱を感じる部分も、まあ、正直北側もあったんです。あったので、まあ、正直とても、まあ、残念だったのがですね、このアプリの売り何ですかと、はい、って聞かれた時に、無料だってことですと、無料で使えるってことがまあ、このアプリの売りだっていうふうに言われてたんですけど、まあ、それでちょっとがっくりですね。むしろそれは売りじゃなくて、むしろデメリットにすらなるようなものであってですね、男性が無料というよりは、僕にとってはですよ、飲食店がもう完全重量課金型で使える集客アプリだっていうことですよっていう意味で、その部分が、まあ、画期的とまでは言わないですけど、強みってそこだったんじゃないかなと。しかもそれは飲食店を経営してる僕がやるから、まあ、意味があるんですよみたいなことでプレゼンをしていただけたらよかったなっていうふうに思ってたら、もう本当あれですね、コメント欄にも同じような意見を言っていただいている方がいてですね、まあおられましたと。オス1さん、飲食店を救いたいっていう理由にしたらオールになってたんじゃないかなと。で、ご本人が飲食店をされてるので、まあ、理由にはなるしっていうようなことでコメントされてる方いましたけど、まあ北川自身も本当これ同感なんですよ。で、他の虎の方がどう思われてたかわからないですけど、北川自身も本当その飲食店を売りにもう押し出していただいてたら、300万か400万はひょっとしたら出してたかなっていう気分ではありましたと。はい、なので本当に残念だったんですけどね。はい、なのでもうアプリとしてもいいし、社会的な意義もあるし、でそれをやる牛島さんがされる理由もあるしということですね、北川自身はまあまあいいんじゃないかなとは思ってしまったんですけどね。なので本当に残念な方ではあったかなって、残念なプレゼンだったかなと思ってますと。で、ただですね、北川が最後の最後で、まあ、今回は4枠に座らせていただいたんですけど、5枠に最後林社長がおられるっていう状況の中で、もう、まあ、4枠で最後にだけポンと100万置いちゃったので、まあ、それに対するご意見をいただいている方がいますと。小金持ちさんという方が、まあ、毎回思うんだけど、ノーマネーになるの分かってて、100万出すのを禁止にしろよバカと。で、なんか見ててムカつくわ。で、何の意味あるのそれっていうふうに、まあ、まあ、痛烈な批判コメントをいただいてますと。で、まあ、ただですね、まあ、これも本当、まあ、分かるんです。で、そのご意見としては、もうごもっともで分かりますと。で、ただですね、まあ、流れ自体は正直分かんないです。僕自身は、まあ、内容さえ、流れさえ良かったら、まあ、半分でも出してもよかったかなっていうぐらい、あれですね、いいなとは思ってたんです。僕はいいなと思ってましたし、まあ、林社長どう思われてるのかな、林社長じゃないと分からないんでですね、まあ、ただそれまでのやり取り聞いてたら、林社長はいいとは思ってないのかなとは、まあ、あらかた思ってましたけど、ただ、出すか出さないかって分かんないじゃないですか。まあ、林社長って分からない時ありますよね。なので、まあ、本当、
そうですね、プランは否定してても、でまあ、批判なりですね、まあ、ね意見してても、まあ、こうしたらいけるんじゃないか、だからまあ僕出しましょうかとかですね、まあ、サービスですよっていうような機会もありますし、まあ、本当、最後まで分からないじゃないですか。まあ、そういった意味では分からないですし、林社長次第ではもちろん100万円を負担なりですね、投資させていただくつもりで置いたものだったので、まあ、何か見せ金でですね、まあ、どうせ出ないだろうからと思って、パンって置いたようなものじゃないってことは、はい、まあ、そういった気持ちではありましたと。でただですね、まあ、もう一回ですね、まあ、やり取り小金持さんからもまたご返信いただいてですね、まあ、そうは言っても、まあ、なんかムカつくわみたいなことで返信返ってきて、まあまあ、そうは言っても、まあ、自分の意見ですすみませんみたいなことで、まあ、態度は、まあ、そうですね、そんなすみませんみたいなのを言っていただいたんですけど、まあ、結果的にはまあそんなあんまり自分は嫌ですけどねみたいなことはコメント返ってきてたので、まあ、ご返答ありがとうございますということで、まあ、パフォーマンスはいらないという気持ちはすごくわかりますよと、まあ、今回はパフォーマンスとかじゃなくて、まあ、後ろの林社長も控えてますしね。でただですね、100万円だけもうノーマネー、まあ、ナッシングですね、ナッシングって分かってて100万置くことが、まあ言ったらパフォーマンスなのかって言ったら、僕はあながちそうじゃないかなと思ってしまってるんですよね。で、まあ、ここに、まあ、古き言い伝えの男ポパイさんもおっしゃってますがってありますけど、いいなと思った志願者さんがいたら、僕自身はですね、評価ないしは承認ができたらいいかなっていうふうに思ってるんですよね。でそのポパイさんがなんて言われてたかって言ったら、まあ志願者さんの気持ちに立ったらですよね、まあ、要は0と100って違うじゃないですか。だったり100万で終わるのか200万で終わるのかっていうのもまた気持ちが違うわけですよ。1人の虎から100万いただいて終わるで、2人の虎から100万ずついただいて終わるでは、多分僕は気持ちが違うと思うんですよね。でなんなら虎側の気持ちも違うんですよ。僕自身は牛島さんのことを、まあ、評価してますし、このビジネスプランも評価しててですね、承認したい気持ちがあるんですよ。あるっていう中で、まあ、仮に林社長がもう出さないって分かってたとしても、僕は置いちゃってるってことですね。100万置いて、北側は100万分の、まあ、価値はあったと思ってますよと。なんなら投資がこう、マネが成立するんですね、オールが達成するんだったら、負担してもいいですよ、投資してもいいですよっていうような気持ちで置かせてもらってるものなので、まあ、別にですね、パフォーマンスっていうのは、そういう言葉とは僕は違うかなとは思ってるんですけど、まあ、あれですね、小金持ちさんからは、100万円を軽く見るなっていうようなことも、まあ、言われたりしてたので、まあ、100万円は重いですと。だからこそ仮に北側が5枠に座らせていただいて、最後の最後でもう要は後ろがいないので、まあ、言ったら北側で決まるっていうようなケースだったとしても、100万円評価できる方だったら思わず出しちゃうかもしれませんねっていうような、まあ、すいませんということでコメントは書かせていただいたんですけど、まあ、北側と小金持ちさん以外もですね、もういろんな方がコメントいただいてるんで、まあ、もしご興味あればですね、まあ、適用欄に動画の URL は載せとくんで、まあ、よかったらご覧くださいっていうことなんですけども、はい。で、まあ、ここから、まあ、本体の話になるんですけど、まあ、ちょっとだけ話しますけど、意図した相手から選ばれるんですね、ビジネスでもプライベートでも。そのためにはですね、何をすべきかって言ったら、先ほどもコメント欄でも承認という言葉があったんですけども、承認をしていくっていうことがとても大事なんですよね。でそれもですね、ただ誰でも彼でも承認をするっていうわけじゃなくて、万人受け断固拒否ですね、の精神で OK ですと。でもうこの世の全員と関わるわけでもないですし、自分に合う方とだけ、まあ、関わるって決めたとしても関わりきれないじゃないですか。なので別に誰とでも関わる必要はない。で、なので自分で選べばいい、万人受け断固拒否でいいんですけども、はい、意図した相手から選ばれるためにはですね、まあ、要はもう関係性の入り口ですね、はい、関係性の構築をするための入り口としては、承認感謝愛っていうものが大事だっていうことなんですよ。で今日はその中でも承認っていうことについて軽く触れていこうと思ってるんですけども、はい、まあ、コメント欄でも要は承認したいんですよ。100万のことで承認したい。で、それはですね、まあ、人を承認すれば人からも承認されやすくなるという、まあ、そういった、まあ、基本的な、もう人は鏡なのでですね、まあ、そういった、まあ、因果応報みたいなものがありますけど、要はとにかく承認、人のことを承認できる方っていうのは人からも承認されるんですよ。で意図した相手からも意図しない相手からも選ばれやすくなるんですよ。自分が承認をし続ける方っていうのはですね、非承認をする方っていうのは選ばれにくいんですよね。なので、まあ、ここで例を挙げたら申し訳ないですけど、小金持ちさんみたいに否定的な言葉で非承認をする方っていうのは選ばれにくいって分かりますかね。でも、いや、それでも認めますよっていうふうに承認を繰り返す方であればあるほど、人からは選ばれやすくなるんですよ。なので、人を承認すれば人からは承認されやすくなるので、意図しようが意図するしなかろうが人からは選ばれやすくなりますよっていうことはあるっていうことなんですけども、はい、承認には承認が返ってくるんですけど、非承認には非承認が通常は返ってきますよね。
はい、自分がお前なんかええわっていうふうに言っちゃうと、いやお前の方がええわって言われちゃうわけですね。なので非承認には非承認が返ってきちゃう。はい、なので承認をすることで承認が返ってくるので、人には承認しましょうねと。はい、でもし自分のことをですね非承認してくる相手があったとしても、非承認で返すのは時間の無駄ですよね。あの小金持ちさんから批判のコメントをいただいてですね、まあバカかとかですねまあそういったこと言われても、それをお前の方がバカだろっていうふうに返しちゃうと、なんかこうおかしいってわかりますかね。あの北川自身が選ばれない人間になっていくってわかりますか。なので人を批判する、非承認するっていうことは選ばれない人間になっていっちゃうんで、要はするべきことじゃないですし、もう時間の無駄なんですよね。時間の無駄、負のスパイラルっていうのは後の破綻を招くと。まあそこでコメント欄で喧嘩しても、まあ見てても見苦しいですし、まあ意味ないですよねっていうこともそうですし、まあ、夫婦関係で言ったら離婚に至りますし、もう国同士で言ったらもう戦争が起こっちゃうわけですね。っていうように非承認が非承認を、非承認が非承認をずっとやり取りしてたら負のスパイラルが起こって後の破綻を招くっていう意味では、もうこちらからは相手が非承認だったとしても承認を返しとけばいいってことですね。はい、こちら自分自身は承認プラスの発信源にしかなる必要がない、マイナスの発信源にはなる必要がないわけですね。でマイナスで返したいってことがあったとしても、まあ、関わる必要がない人だったら、まあ、言ったら関わらなかったら OK なんで、もうスルーしてしまえばいいですよね。はい、スルーしてしまえばいいんで、まあ、別に、うん、もうそれだけで終わり、もう触れないですね、関わらないで OK ですし、まあ、関わる必要がある方だったら非承認すら承認で返すってことですね。まあ、今回の小金持ちさんっていう批判コメントをして、非承認のですねコメントをいただいたとしても、あの僕としてはですね、あの要は同じ番組を愛するですね、まあ言ったら仲間まではいかないですけど、あの、まあ、令和の虎が好きだからですね、もう絶対こうあるべきだろうと、そんな場面で100万なんか出すなよと、真剣勝負だろうっていう熱い思いを小金持ちさんもお持ちなんですよね。だから自分と違うから認めないっていうことを言われてるわけですけど、まあ自分と違うから認めないって言われてたら申し訳ないですけど、ビジネスの上ではあんまりうまく いかない考え方されてるので、まあそれも直された方がいいんですけども、ただまあ相手から非承認が来たとしても、こちらは承認で返してあげる方が、あの関係性がさらに悪化することはないですよね。要は北側のことをあんな場面で100万出すやつだっていう風に、まあ要はあまりよく思われてないわけですよ。よく思われてなかったとしても、それを非承認で返す、マイナスで返したらよりもう破綻の方向に行くわけですけども、それをちゃんとプラスで、あのまあもちろんお考えは分かりますよと、相手の考え方を承認するっていうようなことができた方が、まあ関係が、まあ、修復する可能性がある、それ以上離れにくくなるっていう意味では、まあ、承認で返してあげた方が無難ですし、プラスになるってことですね。はい、非承認すら承認で返してあげるってことができれば、だんだんと選ばれやすくなる。その小金持ちさんからもひょっとしたら選んでいただけることがあるかもしれないですし、そのやり取りを見てる方からも、選ばれやすくなるってことは分かりますかね。なので、どんなことがあっても自分自身はプラスの発信源になるってことですね。だからこそですね、まあ、関わる方、意図して、まあ、自分自身がですね、この方と関わりたいな、関わりたくないなということを決めるということができればですね、で、その方を承認し続ければですね、自分自身の時間にも限りがあるからこそですね、意図して決める、はい、で、その方を承認し続ける、で、その姿勢を、まあ、見せ続けるほど、その相手が、その姿勢がですね、相手からも承認されて、自分自身が選ばれるっていう結果につながっていくんじゃないかってことですね。はい、なので、まあ、夫婦関係とかでもですね、まあ、長い関係になってきたら、北川自身も今16年あの妻と一緒にいますけど、まあ喧嘩もしますし、非承認で返されること、返すことも、まあ、あるんですけど、それを続けてしまってたら破綻に、ま、いっちゃうわけですね。どっちかが妥協してとかですね、あの非承認できたとしても、まあまあで承認で返す、まあでもいつもありがとうねみたいなことがあれば、あのまあ修復していけるわけですね。なので非承認できても承認で返すってことができてたら、夫婦関係もうまくいきますし、もうビジネスにおいてもいろいろとうまくいくことがありますよと。はい、ただまあその中でも承認力を強めるためにこだわりやプラス発想がとかって言ってるんですけど、まあこの動画自体むちゃくちゃ長くなってるんで、まあもうそれぞれ動画にしましょうかね。あのこだわりについて解説する動画だったりとか、まああれですね、プラス発想について解説する動画はもうちょっと単独で作りましょうかね。はい、一緒にやろうと思ったんですけど、ちょっと長すぎるんで、もうこの動画一回締めようと思います。ってことで、いってらっしゃい。